皆さん、試合お疲れ様でした。えー、日本人兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月1日、えー、22時22分、えーまあ。試合終わった後、まあもう録画してたら容量がいっぱいになってたので、試合を自体を。で、それを一旦削除して、で、えー、今、えー、録画しています。あの試合終わった後直後だったら、 まあ、試合の状況とかしっかりと分かっているので、えー、早めにメッセージ送ろうと思っています。阪神タイガースやオリックス、バファローズの選手やプロ野球界やスポーツ界や総理内閣、国会議員の方たちやマスコミの窓側、窓側の人たちとか、まあ、一般人の方たち含めて、えー、3対1に 阪神タイガースがリードしていて、えー、オリックスがランナー、えー、2人出ていて、バッターボックスに宗選手がいて、僕と宗選手、多分同じ内容が聞こえています。で、その内容は宗選手、心当たりあると思うんですけども、まあ、これは日にちが経過したら忘れてしまうでしょう。あのルール変えたら誰だ,だっていうことが聞こえてきてると思うんですよ。で、僕じゃないっていうこと、あの違うっていうことを。 バッターボックス内で言ってるでしょ、で、それでヒットを打ててるんですけども、僕は途中で、誰がルールを変えたんだろうって、それを考えたんですよ、その、無野選手よりだいぶ前ですよ。で、それは、さその、昨のの前の試合の、大山選手の、あのー、その最後のフォークボール、平野投手の、あのー、フォークボールを振りに行ってしまった時頭の中がいってなかった話。 試合の流れとか全体とかの組み立てとか。だからそこでやっぱりコンピューターのところで、オリックスを何を疑ってるかって言ったらやっぱりカジノの話。で、今スーパーコンピューターの能力一番高いのはアメリカ。で、アメリカの企業が40%出資して、オリックスが40%出資で、あと20%がどこだったか忘れましたけども、カジノを作ろうとしている。これが今の我々の置かれている現実で、で、実際僕は過去側の河川とかを撮影しに行って、 高速道路を身勝手に作ろうとされてたでしょ。加古川市と小野市と山陽自動車道に繋げて。で、そんなことしても、もういろんな地点で撮影してますけども、近くのね、えぇ、ー、まぁ、あ、有山温泉から少し、えー 温泉の駅を出て、左手の方の道をずっと歩いていって、まあ、15分ぐらいのところですね、高速道路が上通ってるんですけど、そこも昔からガラガラ、で昔からその建設業界とのひどのい政府との癒着、エネルギーの残存量問題をみんな真面目に考えてなかった、そもそも知らないっていう人が多すぎるんですよ、公務員の人含めてね。で、これ、言い始めて、やっとみんな知った方でしょもともと僕は何年も前から。 でしょっていうことはみんな知らないあの。ちゃんと真面目に考えてない人たちの方が圧倒的に多かった。多分その割合は99%を軽く超えている。もうそんな世の中じゃ絶対どうしようもない。で、えー、何が言いたいかって言ったら、僕はね、二十歳ぐらいのこのフルーツラパークで働いていた頃に、その当時は国会議員やこうの人たちがある程度そういうことを、僕はね、あのー、かま発電だとかそういったことを言っていた。だけども、 現実は何も動いてない。で、菅総理の時に、僕とあのテレビの時間軸を超えてのこ国会中継、ニュースので、えー、意見交換。僕は日本海に通すべきだ。びわ湖からね。えーいや、じゃ、えー、と僕はその時は太平洋に通すべきか、日本海に通すべきか迷っていて、菅さんは日本海に通すべきだっていう考え方で、で、僕は太平洋の方がいいんじゃないかと。 その方がたくさん回転扉を受けるしとまあそういうような状況だったんですけどもこれは現場見に行ってそのあとリニアモーターカーとか実際の掘削スピードと夜に原発の電気が余ってるそのエネルギーを使って掘削して日本海にトンネルを掘ればいいと距離がねちょっと太平洋側だと2 0 0キロ以上あるからちょっと無理あるなと。 時間がかかりすぎると。早く工事を完成させなければならないと。だから日本海側に25キロぐらい。25キロあったら絶対、えー、トンネル作れますんで、それだとシールド工法だと、まあ、10年ぐらい。だから本当は日本海側と琵琶湖の底から、両方から掘っていけば、これで工期は半分で進む。ただしそれから設置だから、ある程度掘り進んでから。だから そういう部分も含めて、菅さんの時に、ある程度そういう話は、総理の時に知るんですよ。だけども、現実何にも進んでないっていうのは、これが事実で、正直みんなね、もう、あの、経団連の人とかも、はっきり言って無責任。総理が行けばいいとか、そういうこと平気で言い出しますから。先輩後輩の上下関係があるのか、はっきり言うそんなじじいでもいらんある。ある程度のことをはっきり言っておかなかったら、無理だから。 あの高齢化して認知能力とか本当に低下してくるからそういう人たち役に置けないでこれ普通の一般人がそういう人たちをやめなさいって言えるかって言ったらまずそんな人いない僕みたいに世界中の政府とファイブ持っていてあの総理にあの総理や元総理とかに淡井圭佑側でいいとかこれ立憲民主党の野田さんいや畑山幸男さんとかも言ってたし麻生太郎さんとかも、えー、岸田さんもそうで 現に記者さんも、あの、淡井圭介は大臣クラスいいっていうことはしっかりと認めてる。それを国会で発言するっていうことそこで絶対嘘言ったらあがんの。言ったら大変なことになるから、本当に。裁判所でも嘘なんかの、えー、供述をしてしまったら、10万円の過料化、一つの嘘を言っただけで。が即対応。ね。世の中、君たちが考えてるような、めちゃくちゃ優しい世界じゃないから、むしろ、ものすごく厳しいの。で、法律同士で戦い始めたら、これ考え方とか、 違っただけで、両方とも正しい意見を持っていたとしても、もう、ただただひたすら争いを生むだけの世界になってしまうんです。これが現実。で、ね。オリックスは元山一証券でしょ。で、外資。今、外資がずっと前からに、円安だから日本の株とか買ってしまっているの。よくわかってない人たちよ。円安だから、なんとなく得する気分だから買ってしまうって。違う違う。 エネルギーの残存量問題でエネルギー禁食が始まった時に世界中株暴落するから。売れないから。車とか。当たり前。分かりきってる話。で、その方向に進むしかもう選択肢ないの。これが今我々の置かれてる現状。現実。で、その辺のところで、そのね、みんながそれ今までね、エネルギーの残存量問題は、 僕は二十歳ぐらいの頃、つまり26年前から、これ本当にオリックスの人たちも知ってもらいたいんですけども、みんな知ってたの、国会議員レベルの人たちは。だけども、現実どうでしたくだらない高速道路とかずっと作ってたでしょで、阪神・淡路大震災があった、えー、阪神高速。あちらの Y 字型の橋脚、折れてましたよね。当たり前。上が重たいから。一本の Y 字型だと、 揺れたら、根元の支柱のところ、こう揺れたら、上が重たくてこう揺れたら、根元のところにすごい荷重がかかるでしょ。だから、日本の橋脚を置けばいいのに、もう一回 YG 作り直してるの、阪神アジア震災などね。国土交通大臣とか、現場見に来て、何を指示出したらいいか分かってないの。本当に。 これがこの世の中の現実。で、自分たちの票が欲しいのか、何なのか、もう分からない理由。ただ単に仕事を与えたいのか。エネルギーの残存量問題分かってないのか。ずーっとあちこちで構想をまだ作,っと作ろうとしたみたい。その過剰なところ以外もある。それは総理が教えてくれました。岸田さんが。つい最近。これが現実。だから、あの、 想像以上にみんな分かってないから、エネルギーの残存量問題で、淡いケースがこうだって言ったら、もう絶対にその方向で話し合わせてもらいたいんです。じゃなかったら無理だからどう考えても。オリンピックもいらないって言ったら、いらないから。それあったらすぐに客席増えたりするから。で、もうバスケットボールとかも、もう群馬県なんかもう新しい体育館作ってしまった方。日本で11カ所新しい体育館、神戸も本当はいらないから、もう僕撮影しに行った。やっぱり作ってた。テレビのニュース通り。無理だからこんな社会。 あるから、神戸に体育館。五千人ぐらい入る体育館。世界の、卓球の世界大会とか開いてるから、神戸で。そういう立派な体育館があるの。阪神淡路大震災の後、ちゃんと補修してるから。あと、体育館は、ほとんどの空間が、上、から客席が乗ってるだけ。だから、そこまで、ほとんど二階建てなの、構造が。上にあと天井があるぐらい、その重さ。ね。阪神淡路大震災の、 ね、倒壊してる建物1階のフロア12階建てとかで1階のフロアとか商店とか入って無駄に柱とかをあの置けなくてむ無駄変な言い方になりましたね柱をしっかりと置いとかなきゃなんないのに無駄に空間広げてしまって柱がない、ね、重み耐えれないから揺れた時まっすぐ立ってるからこう外枠のねコンクリートとか柱とかあるでしょああいうところに重心がしっかりと乗ってるからいいんだけども 揺れ始めたらどう重心が、ね、あっちこっちに傾くでしょそしたらボキって折れる、ねおお。上が重たいからぐしゃっと倒壊する。ダメージが来るから。こういうことが分かってないのいまだに建設業界自体が。作り方見たら分かるから Y 字。顔側の方も。ね世の中みんな何にも勉強しようとしてないの。 安全面でも作っちゃダメだしそもそもエネルギーの残存面も、ね、作るべきじゃない作っちゃダメなの山陽自動車道なんか折り口いっぱいあるからトラックで途中まで輸送してあと降りてその辺の街に運ぶだけそんなところ高速道路通しても燃料の消費に対するエネルギーの消費に対する貢献度にならないならない作ったあと誰が解体する時のエネルギーがどこから出てくるのね何も考えてないの もうその頃自分死んでるからいいや。これが考え方、その、その人たちの。だから言ってる。だから、厳しいことはね、その、か過去編の任意で、もう国訴だと。もう100人ぐらい。っていうようなことを僕は平気で言ってます。だから全建設業界の役員、対象者、まずで、議員、誰が許したのか。もそれ認めてたら、もう話にならない。で、国会は、 正直ね、大した議論今しないなっていうテレビの放送ではね、わかんないですよ。あの、国会中継とか昼間しますけども、僕もなかなか見あのその目を通すだけの時間もないし、あの国会中継では違う放送してる時とかもあるし、基本的に、けどこの時,間時期って予算編成の話ばっかり。かエネルギーの残存量問題とか、医療業界ここを制裁するとか、 もうこの警察官がこういうことをしてたとか、医療業界の医者になっていて、精神病院の。で、ただひたすら隠蔽行動に移ってた。これが警察の実態だったっていうところ、ある程度の警察官の。で、こういうことをフルオープンにしなかったら、もう絶対無理だから、こんな世の中。医療業界の悪さとか、有権に結局、無駄な薬作ってるんだから。ね横領罪。で、エネルギーの無駄遣い、意味ないから。ね悪いことしてる人でいるんだったら、 道路交通法みたいに罰金刑で払ってもらったらいいんですよ、お金。の僕の、だから今日の、今日で言ったら0時45分ぐらい。わからない。0時、もしかしたら30分頃に起こしに来た人間かもしれない。50分頃からもし、かもしれない。0時55分には絶対にもう起きていて、台所ぐらいのところに一回溶け見に行った。で、えー、今日の朝。 もう二回子供が走り回ってる。二人以上は絶対走ってる。二人同時で走ってるんじゃなくて何回も起こそうとして走ってる。で、階段を降りていく人間。ね。いっぱいいるの。多分10人ぐらい。全部で。で、水曜日のゴミの日は、缶瓶ペットボトルと、えーっと、何でしたっけ、あの、プラスチック関係。だから、なかなかゴミなんか出ない。 ここの住宅から40軒ぐらいしかないからここで空き家もあるから無理やに起こそうとしてきた連中が存在するで睡眠不足の方が不利でしょうそいつらから罰金系で淡い系好きにお金を払ってもらうための,なのここに一番変なで正直 そういう形で、大きな金額請求しなかった。いろんなこと邪魔してきた連中だから。だから、車乗ってる人間だったら、まず車を押収しなかったら何回も嫌がらせに来るから。この近辺だと。で、正直、今、ね、対戦チームはオリックスでしょ。大阪府でしょ。すぐ近くでしょ。多分いろいろある。いろんな考え方で。いろんな考え方っていうのは、我が身可愛さとかお金の周りとかやっぱりあるから、現実的に。ね。これが実体社会で、もう十何年間放置してたんですから。 一部の警察官はすごい動き回っててくれてましたよだけどもその警察官の中で淡井圭介を精神病院にしていた連中もいるからもう話めちゃくちゃなの。で粟井圭介が強制わいされた件と淡井圭介が両腕を殴られた件と自分の担当の生活安全課の担当の警察官が淡井圭介を殴った人間と髪の毛を黒髪に元戻しただけでその人間よく考えた。僕が 生まれた神戸市兵庫区東山町の東山小学校、今現在有名の小学校で名前変えてるのも多分隠蔽。その学校でそ,そのものとは、あのー、絡まれたことあるから。もしかしたら学年の上かもしれない。いろいろありすぎる。で、芸能人自体が全員本名じゃないと無理。本当に。本名の、例えばもうアルファベット表記、やめましょう。ここ日本だから。海外で売るときだけその国でアルファベットで表記したらいいんだから、その国の、もしくは言葉で。 ね。ここに一なんだから。全員フルネームで名前ちゃんと表記しなかった。名前コロ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 変えて、むちゃくちゃなことしてる連中多すぎるから。スポーツ業界とかも警察官混ざってるでしょ元警察官とか。もう全部話繋がるから。話も全部めちゃくちゃ。もういずっと民間人で生きてきて、横領されてきたっていうこと、後から気づいた人から見たら、さ警察官と絶対トラブルになりますってこれ。警察官叱りたくなるから。 警察官はそれで大量の大金稼いでたんだから、年収500万以上の人は大金持ちなの本当は一人ででも稼ぎですよ。見たらわかるじゃない年金の給付額。男性で50%くらいしか15万円以上、15万円の給付ある人50、50%、15万円以上の給付がある人、50%くらい男性ですら。女性なんか一番多いそう、9万円のそうですよ。あと、8万円、7万円の人、6万円、5万円、生活保護。じゃないと無理。 まあ10万円、11万円の人とかいますよ。生活保護を加入すできるのが神戸市で言ったら、えー、11万5千円ぐらい、だいたい。そうじゃないと危ないから、生活上。無理あるから。ね。家賃のワン,ワンルームのある程度築年数のところで3万 7, 7千円とかじゃないですか。生活保護で出してくれる一人のね、生活保護者で一人暮らしの家賃の扶助。 4万4千ぐらいですよ。ないのそれ以上お金出さないの政府。ね年金の、そんな気弱いの人たち、どうするんです家賃だけで、それだけなくなるんですよ。あと食費と高熱費。ね通信料。携帯電話の通信料とか。ねこう高熱費っていうのは、あの、ガスと電気と。ねあと水道代とか通信費、いる,いるでしょ絶対。 ね、パソコンとかなんかあったら裁判できないんだから正直手書きなんかじゃあ六方全書とか自分で買わなきゃなんないでしょ僕みたいに狙われたら生活保護でお金ないでしょ切手代出せって言ってくるんですよ裁判所無理じゃない悪を有利のルールをずっと作ってしまってるんですよ政府はだって政府はバレたら困ること多いから ねもうみんな嫌気さすでしょもう全部それフールオープンにして、個人情報保護とか全部撤廃したらいいんですよ。で悪いことしてきたら連中は全部捕まって、正直言ったらいいんですよ。数も多分何千人って出てくるから、公務員の、公務員経験者の人たち、警察官とか裁判官とか含めて、裁判所で働いている人含めて。で、笑いざるにもうみんなに言ったらいいじゃない。もうこういうふうな言い方がもう全て悪かったって。で、正直言ってくれたらいい。もう我々が生まれた時からもうこういう状態だったって、我々はもう手に負えないっていうこと。 みんな正直に言ったらいいじゃん。ただ、ここからみんな踏ん張ろうって。世の中切り替えようって。これも後の世代全滅するって。絶対的に。エネルギーの輸入が止まって。バカだから、バカな、今さっき子供の声で、バカって言ってきた人間いるから、そいつにバカってはしっかり教える。49年分しかガスない。メタンハイドレート込みや。しっかりと読め。淡井圭介の歴。YouTube で言ってる内容とか大臣より上の人間なんかまずこの世にいない、日本で。その辺の社長で淡井圭介を隠して。 どこの誰が大企業の会長、トヨタの、トヨタ昭雄さんとかに文句言えんのトヨタ秋夫さん、あなた間違えてるよって。正々堂々と物を言える人います怖くて言えないでしょ警察官を動かしてくるかもしれないから。中途半端に間にいる人間の、例えば部長とか、もしかしたら課長ぐらいで動かしてくるかもしれない。人のつながりとかいろいろあるから。勘違い込みで。営業妨害だとか。お金に狂ってるから。 あ、ほっか、お前ら人の命は上やろって。今日日付は日本時間。一応これね、これぐらいの口調で言わなかったら無理だからスポーツ業界もそれで得点しようって、その浅ましい考えやめて、それし,してくれなかったら僕も言いたい時言えないから。で、これ言うタイミング逃したら僕もある程度息はある時に言わなかったら言えないから。本当は。なんで俺がここまでせなあかんねんって、こんなリスク抱えてって。 みの精神病院に9回も入れられたって。強制わいされた人間よ。両アワワられて。そんなもん、神戸大学附属病院割わに決まってるじゃん。そいつら捕まえに行けよって。それを、生田警察署に言いに行ったの。神戸市中央区。そうしたら、被害届を受けなかったの。刑事課の人間。ちゃんと警察官の制服着てない人間。だから本当は多分警察官じゃないと思う。警察官の制服着てる人間しか本当は警察官として認められないから。 本当、現行法規や現代日本法規しっかり見たらわかる。六法全書より無理。書いてないからそこまで。僕、現行法規と現代日本法規、ま、まとめた人間ですよ。法律業界の人間でそこまでできたレベルの人間何人いたの今まで。裁判官でもそこまでできた人間ほぼいないでしょ。ということは僕より下なんですよ、実力。 あとはただただひたすら法律に求めてきて嫌がらせ。こんなに件数多かったら書き切れるわけないじゃない。何日かかるどれだけコピー代お金かかる自分で考えてみたことあるの連れ切ったら払え。絶対無理。切ってない払わなかったら参考人とか補佐人とかもしかして呼びない無理じゃない、そんなの。 最初からお金の問題でみんな打たれないの。政府の悪党を退対峙することができないの。で、一部の警察官が頑張って動いてるんだけど、自後経過全然教えてくれないの。で、自己経過教えてもらったら僕はフルオープンで次に公表したらいいんだから、裁判所は公表してるんだから。公示って書いて、裁判の判決。ね。オープンにしてるんだから、本当は。 けどそんなの毎日大阪の高等裁判所とか地裁でもいいんだけども工事してるところがあるからまあそこ一体,してる一体化してるからものすごい紙の枚数が貼り付けられてますよずらーっとそれこそもう話長くなるからもうこれぐらいにしときますねだから僕が言いたいのはみんな何か 手前勝手な内容が聞こえてきて、それで勝つことばっかり考えちゃダメなの。言ってるじゃない。1950年以降で日本一阪神タイガース一回しかないって。去年オリックス優勝したじゃない。なぜ気合あるとこ見せないのって。僕ばっかり頭なんか渡さないで、自分たちは頭なんか試合中に阪神タイガース選手に誠意見せ、頭なんか出し、貸し与えたらいいじゃない。渡して与えたり。 誰のおかげで日本一にオリックス、バッファローズが慣れたの昔は巨人ばっかりが優勝だった。パリーグはある一部の球団が、二球団ほどが圧倒的に勝ってた。セーブライオンズと日本ハム。で、その後、ソフトバンク。一方的に勝ってた。ね。黒着せられてるソフトバンク。分かってるのみんな。 もう一回僕は二十歳ぐらいの頃いろんなこと見抜いてるから。それデータとして、音声として、記録として残ってるから。通用しないの。通用させちゃダメなの。そこ、そのまま通用させたら無理だから。僕だけ極端にものすごく不可解な矛盾のあるルールを押し付けられて、それ突破しなかったら試合勝てない。これ、エネルギーの残存量問題も突破できない可能性もあるから。その変なルールでコンピューターからの電波だ。 ね。みんな自分たちが聞こえてきた内容で、これを答えてそれで自分が正解を言ってしまって、自分の成績は上がるかもしれない。だけども、NE の残存量問題、青江さんの人生、全然進まない。みんなの命がかかってる。どちらが重要だったか、大人だったらもう判断できますよね、って。もうここまで聞いたら僕は二十歳の頃に判断できましたよ。ね。何にも変わってないでしょう、世の中。 安倍さんまで僕に会いに来たけど、僕に声かけることできなかったの。の安倍晋三さん。僕もわからなかったの。安倍さんがあんなに背高い人で、て身長1 8 0ンチ以上ある。で、えー、車から出てきた時、顔もボロボロだったし、で、髪の毛も、あのー、総理とかしていた時みたいに、整えてなかったし、背広じゃなかったから、やっぱりわからない。で、そもそも暗いから、夜だから。やっぱり、 もう昼間でもね、マスクつけられたら、手前2メートルぐらい、僕目の視力弱いから。手前2メートルぐらいまで来なかったら、わからない顔の、顔の認識。もう本当はみんなそうだから。横から見た時と前から見た時と、自分が探し求めてる相手と顔は一瞬似てるような気がするから。気がしてるだけで、マスクしてる人に、何々さんですかって聞いたけども、あ違いますって、声聞いたらわかるから。全然違う声だったから。 あその通りだってそれいっぱい僕繰り返してるのこの辺で,で裁判官もその話知ってるのたぶん二十歳ぐらいの頃も同じ目に遭ってるからで西尾ゆかりとか裁判所に呼び出されて裁判官に言われてるのあなたたちテレビ局の人たちが青井圭介さんにちゃんと電話かけなさいってもう判決あるのだけどもそれ僕は行った裁判じゃないのフルーツラーパークの、えー、法律を扱える人が多分訴えてくれたの多分その人は議員さん だから僕、だからそれ分からない裁判番号とか。で、判決の書類持ってないから、それ公開できないでしょ。だから、ロンもしっかりと人間の思想記録しといて、正しい判断ができないんだったら、意味ない。まあ、一応今日の試合は勝ってるけども、もう、ただ、ただひたすら最後まで諦めない。努力。で、努力っていう言葉も、努力の道って、 一下の部分がね、心と、あのー、力が変わったらその、努力は起こる方になるでしょ。だから、こんなにもう頑張ってきたのになぜがあるから、ね。で、それを怒らせておいて、卑怯なルール散々使っておいて、精神病院行き起こっただけでって。だから、春山生骨院の件とか、その辺で絡んできてる連中もそうだし、撮影を妨害する、えー、警察官。分かってないか、その人たち。 大したことないから、はっきり言って。喋ってるだけわかるから、実力ないことぐらい。僕の年齢は上なんだけ、はっきり言う。邪魔。全人類の。だからもう僕は働いていて、その、仕事がなくなってから、えー、神戸電鉄沿いの、えっ、ー、とね、新鉄六甲っていう駅があるんですけども、そこ降りたところが、 お寺があって、もうたくそこのお寺は稼働しないと思うんですけども、墓石が昔は100もなかった。50もなかったと思う。ちょっとだけ一スペースにあった。だけども、それがいつの間にか山の下に墓だらけになってる。で、えー、有馬口という神戸電鉄の駅があって、そこから有馬温泉駅の、えー、一般道の方、電車の方の道じゃなくて、そこを、 何回もタンクローリーとかで走ってたから、もともとお墓なんかまずなかった。だけどその辺もお墓でいっぱいになってる。もう無茶苦茶。お墓なんか作っても意味ないの。判例で出てるの。判決が。納骨堂とか、君たち被害者の人たちにその骨を納めてね。何十万もしくは百万以上お金払って納めてた人たちにお金返納しなさいっていう判決出てるの。 判例に潜むいたら即逮捕よ。だいぶ前からあるの。お墓も吐きって同じ。ね。エネルギーの無駄遣いになる。政府が決めてるの。海か山に散骨なの。仮葬終わった後。そんなとこに骨ないの。墓屋の木の狂った巨大な詐欺罪なの。一件あたりの横領金額が大きすぎる。で、あとエネルギーの消費も。 破壊し削ったり、運んだりするのに。そこに本でないから。みんな騙されてんの。昔は、昔の話とごっちゃになってるの、今だに。昔は仮装してなかったの。エネルギーがなかったから。土の中に埋めてたの。お亡くなりになった人を。で、誰が亡くなったかわからないから、名前を木の札に書いてたの。で、そこに印として置いてたの。ここに誰それさんが。 亡くなって埋葬されてますと。それを、ね、今度お墓売り始めて、寺屋が、もう寺屋でいい。海名とか言い始めて、ね、小さい木の札、別の名前書いて、何十万とかで売り始めた。海名だけで高いの40万するから。50万とかもするのがある。捕まえた方がええ。警察官が。日本中の。 売り始めたやつ、そこ簡単。葬儀のホールと繋がってるところ。とんでもない横領罪。で、ニュースで何回も放送しちゃったらいい。毎日。全局で。そしたら墓作るの、諦めよう。代わりに、ダム作ってもらう。その辺の墓石全部集めて、向こう側の河川の、 えー、合流もう変なも作ってるんですよ山の斜面に山の岩肌があるんですけどもあのアメリカのねあの歴代の大統領の顔を掘ってるでしょあれと同じようなものをもう2000年ぐらいの頃にも誰かが作っちゃってるのバカだからエネルギーの残存量問題とか何にも考えてないからそんなところにそんなもの作ってって誰からお金もらってたのってねはっきり言うよ政府で 半分以上がまともじゃなかったのもっと法律たってみたらわかるから1956年だもん売春防止法が出来上がったの。神風特攻隊とかその前の世界大戦のことさせてた。これが政府の実態。お前らが戦場の最前線行けよって。ねかたや第二次世界大戦が終わった後日本とアメリカの同盟の話があった時に 東京の大学は何したかって言ったら暴動。棍棒とか持って。完全な暴力団。アホだから。法律分かってないから。勉強してるふりの連中だったの。大学生なんで。当たり前じゃない。社会で働いてから実感持つんだから、東大はしたよ、社会人より。上にあったつもりになったのって。は お前ら社会で働いたことないんだろうって。喋ってることは聞いただけで、法制の奴らの頭がのどの程度かすぐわかるから。実力、欠らもないよ。ね。僕の一言で、もう世界に伝えたから。青井啓介テレビに出さないんだったら、東大では世界ランキング10位以内、ないからって。 で、そこでまだ東大出身の人間が悪さしてるんだったら、今東大ランキング、一時的に僕の頑張りで、一応ね、日本の定時制卒業の人間が、これだけのこと分かってますよって。ね、現行法規と現代日本法規一体化とか、オーバーマ大統領、高知院初の大統領で原爆投下の日に来てもらったりだとか、バンギムーム国連総長とか、長崎原爆投下の日に。ね。もう、それに匹敵する、もう世界中の取り締まり。 すごいのあるよ、いっぱい。50件ぐらいあるから。勝てるのそんなものすごい人間に。社会に本当のこと全部言われて、比べられてみ。あなた本当に淡いさんのこの実績勝てるのって。あの日どれだけ努力したか分かってるのって。ね。努力の一文字違い。そりゃ僕だってものすごい勢い怒ってしまうでしょう。警察官だって、ヘラヘラヘラ勤務中に笑い話してるんだから。裁判所行った裁判官とか。 初期間とか、えらいえらいい、笑い話してるとか絶対仕事間違えるから。ほんと。昔から言われてる。みんな。働い、真面目で働いてるところは。仕事中に何、えらいえらい笑い話しとんねんて。ねそれも分かってない連中いっぱいいるから、この辺働くところあまりないから。働いていても、そういうレベルの中で働いてるところが、まずないの。 一流ホテルとかそういうところ、なぜか自分たちより基本的に目上のお客様が来るから。いろんな会社の社長さんとか、会長さんとか、水素銀行の東ドリとか、ものすごい人たちが来るの。議員さんとか大臣とか。ね絶対丁寧になるでしょ。で、絶対仕事失敗しちゃダメだなって、普通に考え方がなるでしょ。だから普通に真面目になるの。だから環境が人を育てるっていう言葉、あれは本当。 ちょっともう話長くなるんでね、もうこの辺にしておきます。えー、皆さん、えー、本日は、えー、お疲れ様でした。えー、阪神タイガースは日本一。もうこの方向ではもう私、私の方で進めています。これでこの方向で進まんかったらの話、もう,もう絶対どうせ最後そうなる。これでに阪神タイガースが日本一になれなかったら。途中で無理やり3対3の同点されただけで、もう本当はもうものすごい嫌気させてるから。だけども諦めない。絶対に。 ただただしてること、ひどいいじめ以上。